今治ラジウム温泉は愛媛県今治市にある公衆浴場施設。施設の本館が国の登録有形文化財に登録されている。2014年3月末より浴場は休業、現在は閉館となっている。瀬戸内海の大島出身の実業家、村上広司作りが設立。村上は1919 19年、友楽館の名称で常設映画館と ラジウム温泉を設立創業して、1923年頃までには一帯に京町歓楽街を形成。京町一帯の土地開発と店舗住宅の建設を進め、1924年京町住宅株式会社を設立。さらに1933年常設映画館第二とも楽館を開設。1920年の今治七宝都市誕生に、 合わせて、町の中心に、観楽街を作るため、娯楽の場として、地域のシンボルかつ象徴的なランドマークが誕生する。この辺りで頑丈な鉄筋コンクリート作りの建物は、当時珍しく、太平洋戦争期の1942年頃には、おち軍ん共同防衛隊の本部が設置される。1945年の今治空襲では、市内の8割が消失したが、 奇跡的に戦火を免れ、空襲直後は病院や銀行などが集まる地域インフラの拠点となる。1951年、株式会社ラジウム温泉を設立。1967年に建物の3階部分を増築し、ホテル製運閣を開業。さらに1988年、サウナ風呂や、 スチームバスなど十三種類の様々なフローを取り入れた近代型戦闘に改築する。二千十四年三月末、浴場を休業。約二年半後の二千十六年十一月二十九日に国の登録有形文化財に登録され、以降も建物はそのままの姿で残されている。階段入り口壁面のマーブル技法浴場から二階ホールに続いてた階段の一部当初の建物は、 三角屋根の三階部分がなく、鉄筋コンクリート作りの二階建てであった。建物の背後に八角形ドームの男女浴室があり、建物上部には五角形と六角形の平面を重ねた塔屋があるなど独特な形状の衣装が随所に見られる。建物内部は柱や幅木などのモルタル壁面に、マーブル技法という大林師様の左官仕上げが施されており、二階ホールにある、 階段入り口や脱衣場の壁面などで確認できる。設計など建築に関する当時の資料が乏しいこともあり、建築家などの詳細は現状では明らかになっていない。一部では、オランダ近代建築の父、ベルラーヘの建築手法との類似性が指摘されている。1967年には三角屋根の建物3階部分を増築。 さらに1988年には前日の通り近代型戦闘として改築された。この時に浴場玄関付近の構造が昔ながらの番台からフロント式に変更となった。当施設の設立時期については閉館後に発見された様々な資料により明らかになっているものの建築家に関する情報や建物の構造など一部未解明の部分が残されているため、 今後も新たな資料の発見と知見、それらをもとにした研究の進展が待たれている。イベント開催時2階大ホール2階部分は当初演劇や演芸、ダンスホールなど娯楽の場として利用されていたが、戦中は強度防衛隊の本部、空襲直後は病院や銀行などが集まる地域インフラの拠点となる。平成に入るとクラシックバレエ教室として使用されていた。 1967年に増築された3階部分には宿泊施設としてホテル制運閣を開設。現在は浴場と同じく休業中である。建物公開の見学イベント等を期間限定で開催。最新情報やイベントの告知などは公式 Facebook を参照のこと。愛媛県今治市共栄町4丁目2番9号現在は閉館のため。 見学会などの建物公開時を除き非公開としているイベント開催時ありがとうございます。